カス帝王学第1回目イエーイ嬉しい。いや前回のテスト配信からようやく1回目が始まったんですけど、いや皆さん元気ですか嬉しいです今日は会場にお客さんも遊びに来てくれたので、いや本当私はもう嬉しくて、いやこの40分間を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。わいわーいはい、じゃまず軽く自己紹介をさせてください。京都出身の笑顔全開ハンナリガール桜井ゆりのです。私の趣味は皆さんご存知かと思うんですけど、いやアニメやもう漫画を見ること、そしてゲームをすることなどいろいろ趣味があるんですけど、今日はその皆さんと一緒にいろんな話をして楽しみたいと思ってますので、よろしくお願いします。嬉しいそしてそして私には優秀な羊がいます。じゃーん、番組を一緒にこうフォローしてくれるので、皆さんよろしくお願いします。えいはい、そしてじゃあまずツイッターの説明を簡単にさせてもらいます。みんなはもう知ってると思うんですけど、ツイッターのアカウントプリテイ PRI_TEI でユリノン好きプリンセス帝王学でツイッターをしています。番組中も、つぶやいてもらえればタイムライン上に出て私が見ることができるので、皆さんぜひぜひ番組中も投稿よろしくお願いします。はい、そしてそして手元にじゃじゃん iPad があるので、これで私もチェックしてるわけですよ。なのでみんなが書いてくれたやつがここに出るので、会場にいる方もよかったらつぶやいてくださいはい、ではではでは、じゃあちょっと番組の説明を説明させてもらいます。ここでは私桜井ゆりの、普段はゆりのんと呼ばれてるんですけど、ここでは皆さんプリンセスと呼んでください。よろしくお願いしますそしてファンの皆さんは国民という設定なので国民です。そしてここではプリンセスと国民が身分を超えたこの近い距離というのを実現するので、本当に近くないですか。私本当嬉しいんですけど、近いですよね。本当嬉しいんですけど、よかったら今回スタジオに来れなかった方も次回からはスタジオで待ってるので、ぜひ遊びに来てください。では早速一つ目のコーナーに行きたいと思います。お絵描きのコーナー、はい、テスト配信見てくれた方は知ってると思うんですけど、まあ私のねちょっと絵心はまあちょっとまあちょっと残念な感じなんですが、ここでは私がね前回ね結構ひどいんですよね。でもこれは大丈夫だと思うんですよ。じゃじゃん、これこれ皆さん何かわかる、これわかる犬じゃないですかこれ今タヌキって言われてなんとなくそう見えてきたんですけど、いやあとねこれが結構傑作だったりするキリンなんですよこれ、私なりのね超ジャックさん持ってねいろいろ批判受けましたが、まあ、3つ目はまあまあこんな感じで鬼って分かってもらうと思うんですけどまあこのような感じで私が今日もね2つのお題を1分間でですよ、1分間で描いて、まあその絵が上手かったらおおという感じで、ちょっと残念だなと思ったら会場にいる方は拍手を、そしてユーストで見てくれている方は残念とつぶやいてくださいはい、いやちょっとねここではもし私が残念という判定を受けてしまったら罰ゲームが待ってるんですよ。よしじゃない、よしじゃないですよ。罰ゲームが恥ずかしいセリフをここでは言うというルールになっているんですけど、まあちょっと前回はねちょっとツンデレな、はい、感じだったんですが、今回ちょっと何が来るかわからないので私は頑張って絵を描きたいと思いますそれでは早速一つ目のお題の方をお見せします。じゃじゃん、というか私モニター見えないんですよだから分からなくて教えてもらってもいいですか。なになに、嘘パンダさん似顔絵ですねこれは会場にパンダさんという方がいらっしゃるので、え
じゃあちょっと今日はまあ動物の方のパンダをあ、そうですよね。あ、ちょっと待って、もう始まってしまった。え、早いよ。パンダでしょ。多分ね、犬とあんま変わんないのかな。パンダ、あの 上野だよね。パンダといえば上野だよね。あのね、白と黒なんだよね。パンダでしょ。パンダはなんかね、どうだろう。ちょっと待ってね、顔が描けてないんだけど、ヒゲはない、ヒゲはないと思うよ。ヒゲはなくない？パンダってちょっと待って、だって白黒だから、こんな感じかな。なんかいそう、尻尾は多分丸いんだ。で、黒なはずなんだ。ちょっと待ってね。なんかすごい、どうしよう。パンダでしょ？パンダってさ、模様？模様あったっけ？待って、ちょっと待ってね、なんか模様？パンダ。あ、顔がない。はいはい、タイムアップめっちゃ長されたはい、パンダどうしよう。パンダさんという方が、いや、あれ、これ大丈夫かな。いきまーす、じゃーん。待って、もう早いです、早いですよね。ダメかな、パンダ違うか、ちょっと違うかな。あれ、パンダってなんかなかったっけ。パンダって耳が黒いのかな。そんな問題じゃないあ、周りが黒いのか、付け足しとかダメかな今からというわけでパンダです。これ結構でも私的にはまだ大丈夫かな、お見せできる範囲だと思うんですけど、はい、早速どうしよう。拍手もらっちゃったんですけど、このまま、いやでもまだね、2問目があるの。2問目で挽回したら私罰ゲームをしなくて済むから、じゃあ2問目のお題どうぞ。何ですか、何ですか、教えて教えて。何、走ってる。生き物じゃない、車。あ、自転車。自転車、これ絶対難しいよね。あ、また始まったよ。自転車でしょ、私中学の時乗ってたよ。中学自転車登校だったもん。ね、自転車はね、サドルがある。待ってね。サドルがあってですね、2タイプあるよね。こういうやつとこういうママチャリタイプ。なんかないな。カゴだ。カゴってついてる。タイヤ。待って。胴体どうなってるんだろう。あ、多分、こんな感じ、なんか違う、これで座れるのかな。どこについてるんだろう。待って、なんかすごい濃いものができた。せーの、はい。違うかな。座るサドル。どうしよう。本当だね。どうしよう、サドルないわ。サドルない、漕ぐとこだ。本当だ、カゴはつけたんだけど、どうしよう。結構ね、無理だねこれ。乗れないよね。どうしよう。俺はママチャリに乗ってるぞっていうのが来てるけど、残念って来てる。残念って来てるわ。うわーわーわー、あらあら、ちょっとどうしよう。じゃあさっきのどっちがマシ。こっち。やったー。こっち、パンダと自転車で、ではでは、この2つをね見て判定タイムに行きたいと思います。ちょっと待って、早いから待って、早い。会場にいる方は、残念と思った方は拍手を、そして見てくれた方は早いよ。もうこれ満場一致とはこのことです。ペダルはどこに行ったのっていう質問がね来てますね。ありがとうございます。ペダル消えましたね。うわー、
え、どうしよう、早速なんかね、あっという間にさ罰ゲーム決定なんですけど、え、なんかせかさせかされてる。え、はい、ではでは、ここに今日の罰ゲームの恥ずかしいセリフの紙が実は裏向けて置いてあるんですけど、いきますよ。え、出てるの？出てるの？嘘嘘、なにこの3、2。あらあら、しょうがないわね、もうやめなさい、子供なんだから。間違えた、間違えた、もう一回、もう一回、これ間違えちゃった、どうしよう。あらあら、しょうがないわね、もうやめなさい、子供じゃないんだから。はい。もうやだ、どうしよう、間違えた。ちょっと今日はお姉さん系なセリフだったんですけど、いかがでしたか？え、罰ゲームじゃない。嘘、ちょっと、え、じゃあ、まあ、今後募集しちゃいますかこのセリフもね。いや、というわけでどうしよう、なんか楽しかったんですけど、私的にはこれはみんな楽しんで、あ、違う、お絵描きがね、罰ゲームはちょっと恥ずかしかったんですけど、コアラみたいなパンダがマシかなって書いてあるよ。いやすごい楽しかったんですけど、ではでは、以上お絵描きコーナーでした。はい、続いてそうなんですかのコーナー、イエーイ、バイバイ。はい、ここではね、ツイッター上で、皆さんにそうなんですかという質問とコーナーと一緒に2つ募集してて、私口癖が結構そうなんですかとか多いんですよ。で、いろんな人から新しい知識をこう教えてもらうということで、私が思わずそうなんですかと言ってしまうようなことを募集してて、今回ね結構来たんですよ、そうなんですかが。でも厳選させてもらいました。では早速一つ目のそうなんですか、いきます。これは地域のことなんですけど、赤いトラさんが、ツイートしてくれました。パンは厚切り、肉まんにはからしをつけるっていうのは実は関西の文化なんだよ。そうなんですか。はい、ちょっと思わずどうしたらいいのかなっていうだったんですけど、え、でもこれ多分前回私が節分の日に恵方巻きを食べるのが当たり前だと思ってて、それの延長線上で赤い虎さんが送ってくれたんですけど、厚切りってことはあれかな、4枚切りとかが関西ってこと、パンは厚切り、肉まんにはからしをつけるっていうのが関西でも確かにつける。551の豚まんとかしてますか。つける。え、関東は逆につけないんですか。つけない。あ、そうなんだ、パンは薄切り、あ、そっか、関西の人わーい。そうなんだ、でも家結構そういえばね、パン厚かった。うん、なんかまた新たな知識が増えましたけど。続いて2つ目のそうなんですかは、お、流さんからいただきました。携帯電話で相手が留守番電話だった場合は、シャープのボタンを押したらすぐに録音できて通信代の節約になるんだって。そうなんですか。これ知らなかった。みんな知らないよね。なんか留守番電話ってさ、長いね、発信音の後にとか聞いてからいつも入れてたけど、すごい、これは世の中のためになるよ。流さん、ありがとう。あ、すごい、見てくれてるかな今。あ、そしてね、さっき赤いトラさんからも投稿あったんですけどね、関東は6枚切りで肉まんにはラー油なんだって。そうなの、ラー油なの。へー、あ、横浜限定、お、地域に限定されましたよ。ではでは、続いてのそうなんですかいきますよ。これ私すごい、もうなんかどうしよう。アニメ機動戦士ガンダムのガンキャノンはもともと主役メカになる予定だった。しかし監督の要望で主要メカ採用は却下されたそうな。
そうなんですか。ガンダム好きの私も知りませんでした、それは。みんな知ってました？知らない。ガンキャノンってこれだよね、ついてるあれだよね。だって私すごいアムロレインが乗ってるガンダムがもうガンダムって認識が強いから、あんまりガンキャノンのあれがない、思い出がないけど、思い出はそれはないよね。うん、すごい。わあ。そしてこれはチームマシノミヤのミシェルさんからいただきました、ありがとうございます。あ、というわけで今後もそうなんですか、まあ、いろいろ随時募集してますので、皆さんツイートする際にそうなんですかと先に書いてからつぶやいてください、よろしくお願いします。以上、そうなんですかのコーナーでした。国民の暮らしを体験しようっていうコーナーです。バイバーイ。映像コーナーで私があることをしています。なんと今日は早速、まあ、VTR の暮らしをプリンセスを体験しようっていうコーナーです。バイバーイ。イエイ。なんと今日は、まあ、国民の、暮らしをプリンセス私が体験しようと、羊がプラモデルを買ってきてくれました。イエーイ。なんでプラモデルやねんって思うかもしれへんけど、まあ、私がちょっと作りたかったっていうのもあって、今回はじゃん、ニッパーとペンチとね、ラジオペンチとペーパーもなんとなんと持参。そして羊が買ってくれたものが下にあるんやけど、早速見てみます。あー、出たー、ガンプラー、ガンプラー来た。しかもシードのディズニーガンダムやで。これはちょっと熱い。あ、めっちゃかっこいい。どうしよう。開けて作っていいかな。うん、すごい。うわ、ガンプラ作るのが久しぶりすぎて。あ、すごい、見て。あ、説明書も豪華。アスカが乗ってる、すごい。羊、私の趣味をよく分かってる。すごい。でも一から作ったことってないから、結構膨らつそうやけど、これ大丈夫かな。よしよし、まあここはガンダム好きの愛でなんとかなるかな。早速開けちゃおう。あ、すごい、ガンプラ。正直何買ってきてくれるんかね、ちょっと心配やってんけど、やったー。え、すごい。なんかクリスタルの、これ何の部分やろう。ソード、すごい。えー、めっちゃかっこいい。どうしよう、テンションが上がる。あ、すごい、早く完成させたい。なんか手がいっぱいある。え、なんでこんなに手があるんやろう。あ、持ち帰られたりするんや。見てみて、これ見えへんかな。すごい、ライフルもめっちゃある。あー、やったー、ガンプラ。ちょっとこれ横に置いて、まずは体から作ろうかな。うん、すごい、めっちゃ綺麗、すごい。
ゃあ早速ここはニッパーの出番。パキン。わあ、ディスティニーガンダム。いきます。あー、羽から。あー、切れた。あー、感動。久しぶりのニッパー。切れてる。切れてる。羽が切れたよ。これは寒いな今日。あー見て、これガンダムの胴体が。いやー、じゃあ切りましょう。ん？順番に作ってるんだな。あ、ちょっとなんかね、筋から指摘が。全部切っちゃうと部品が後で分かんなくなっちゃうじゃん、番号、うん、ね、ちょっと嬉しさのあまり全部切ろうとしちゃったけど。じゃあ1番から、とりあえず1番がどこの部品なのかな。あ、1番がここや。うわー、なんか複雑。よし、早速挑戦。あ、ちゃんと番号書いてあった。あれ書いてあるけどなんか違う一番がある。あれ、なんか違う一番が、あれ書いてあるけど、これは何やろ。1番ってどこ。1番がない。あっ、これ、うん、これが1番。ん、じゃなくて愛だよ。あれれれ、なんだろう。1番。向きに注意が。へー、あれー、何これ、どうなってるんや。ん、こういうことなのにすぐ取れる、なんでだ。逆でした。あー、見てしまった。あ、そういうこと。あー、できた、胴体完成。じゃあ取れた。あ、くっついた。これで一完成。やっと1が終わった。 A の。やっと1。1が多分一番これが重要で難しかったはず、一番って言っておきます。ガンダムの顔。わー、できた。
出た、シール。シールの巣をここや。ちっちゃい。ちっちゃい、ちっちゃい。あ、どうしよう。爪に触、爪にくっついて取れない。どうしよう。押し込みが弱かった。よし。できた。プリンセスずっと無言なんですか。ちょっと真剣に作りすぎた。ちょっとガンダムのこの部分なんていうやろうね。ちょっとこれをね作るために今。ここはちょっと無言になっちゃうぐらい重要なポジションですよ。これよく最短これ何時間ぐらいでみんな作るんやろ。1時間もかからへんのかな。うん、え、うん、えかかんないんですか。うん、ではまあ初心者なんで、そこはちょっとプリンセスだからちょっとこういうのはねしたことがないっていう、さっきあるって言ったけどさっき小さい時あるって言ったけど、もうなんかここが通らん、なんでやろう。通らない、なんで。18番、うん、どうしよう。人の手を借りて完成してしまった。ガンダムの顔、ここは作りたかった。でももう見て、ちょっと残念なガンダム、ちょっと残念。もうちょっと。またぐよね、やっぱり。年またぐ。何年計画ですか。うん、わ、俺もう作って、もう見ようかなというコメントもあったんですけど、いや、どうでしたか。私が初めてあのガンプラ作りしたんですよ。無理やりだ。でもね、なんか、まあ、初心者だからもうちょっと簡単なのかなと思ったら、いや意外と時間がかかりまして、でも結構経ってたんですよ、時間が。果たしてこれ前編なので、まあ、後編どうなっているかまた次回お楽しみください。以上、映像コーナーでした。はい、質問コーナー、イエーイ、バイバーイ。はい、ここではさっきと同じなんですけど、そうなんですかのコーナーと一緒に質問も、皆様からこう受付してたんですけど、質問もねいっぱいそう来てね、ちょっとね、今回はいっぱい来た中から一つだけまあ選んで、タイミング的にもあーこのネタだなというのでいきますよ。質問コーナー、ゆうさんからいただきました質問。多分ないと思いますけど、プリンセスは兄弟喧嘩したことありますか？それともいつも仲良しですか？うちは子供の頃些細なことで喧嘩をしてました。さすがに大人になってから喧嘩しませんけどね、という質問が来ました。私はですね、お姉ちゃんが2つ上でいまして、
一番上のお兄ちゃんが6歳離れてて、私がもう小学校1年生の時にお兄ちゃんが中学1年生だったので、お兄ちゃんと喧嘩することは本当なかったんですけど、お姉ちゃんとは本当なんかあのこれが見たいのにってチャンネルの取り合いから、あのこの服が欲しいのに同じのしないにしないでとか、そういう些細な喧嘩あったんですけど、まあ実はね、お姉ちゃんがふと今東京ってメールしてきたって話をツイッターでしたんですけど、何のために来たのって思ったので、返事したら今もう新幹線って来ててそしたらどうやら、まあ、仕事で日帰りだったから会えなかったみたいなんですけど、まあ帰っちゃって、今ではすっごいね仲良しで、年末は絶対帰るとお姉ちゃんと二人で買い物行くぐらい仲良しで、今は喧嘩ないんですけど、昔はねやっぱり小さいことで喧嘩してましたよ。もう今は兄弟みんな家族みんな仲良しです、ほいという質問もいただき、これはこれでいいのかないいのかな、ゆうさんありがとうございます。今日は時間の都合上一つしか紹介できなかったんですけど、そうなんですか、あと質問コーナーは随時ツイッターで受け付けてます。質問と書いてつぶやいてください。皆さんよろしくお願いします。イエイ。そしてでは以上、はい、質問コーナーでした。京都出身の23歳です。私の趣味は漫画を読むことゲームをすること。プリンセスのお稽古のコーナー、イエイ。わいわい、ここ3年間でみんながやってくれるようになってきた、やった、わいわい。ですね、ここではテスト配信ではちょっとお見せできなかったことなんですけど、私があることに挑戦しようというコーナーです。早速 VTR わいわい。私はあの小学校の頃からすごいあのアニメが大好きで、私の小学校の頃からポケットモンスターっていうアニメがすごい流行ってたんですけど、あのポケモンの映画の吹き替えにすごいもうやってみたいっていう思いで、もう何も考えずに上京してくるぐらいすごい憧れていて、なんか声優さんって子供に夢を与えられる仕事だとすごい思うんですよ。なのであのポケモンの映画っていうのはあくまできっかけなんですけど、あの本当にいろんなアニメの声優さん、あとはゲームも大好きなのでゲームの声優さんもすごいもうやりたいって小学校の頃から思っていて、あのなので今年はそのお仕事ができるように本気で頑張りたいです。2013年はあの声優のお仕事をできるために滑舌や発声を本当にあの家でもあの努力して頑張りたいので、2014年来年には声優のお仕事ができるように頑張ります。今年ももちろんやりたいです。いや、やりたいですと、もちろんやりたいですということなんですけど、いや本当私昔からアニメ大好きで声優さんやりたかったんですよ。でもお母さんからいや声が普通だから無理って言われててね、いや本当に諦めたんですけど、ラキスタという大きなミュージカルをきっかけになんかやりたいって気持ちが強くなってきて、それで私は声優のレッスンをこれから始めていって、まあ、滑舌からもういろんなことを勉強して、今年できればいいけどできたらまあ来年にはね本当にできたらいいなという思いでこれから頑張っていくので、皆さん温かく見守ってください。よろしくお願いします。いやなんか早いね、あっという間ですね、ほんと早い。以上プリンセスのお稽古のコーナーでした。イエーイ。時間というものはあっという間でもうエンディングのコーナーになってしまいました。本当に早い、テスト配信の時よりほんと早いんですけど、今日は楽しんでもらえましたか。ありがとうございます、ありがとうございます。本当にいや皆さんあのいろんなつぶやきもあって紹介もっとしたかったんですけど、本当に会場に来てくれる方が今日こんなに盛り上げてくれると思わなくて本当に楽しくて、40分間あっという間でした。ううだよ。私自身すごい楽しかったので、あの来月もよかったら遊びに来てください。ではでは早速
もう一回ツイッターと、来月の放送のちょっと告知をさせてもらいます。ツイッターアカウントプリテイ PRI アンダーバー TEI です。そうなんですかと質問コーナーは随時受けたまっております。あと要望などもあったらよかったらつぶやいてください。そして次回は3月10日13時から、場所は池袋の某所で当選した方に告知をさせてもらったんですけど、次回は抽選ではなく先着順で先着順で募集をしようかなと思っております。そして今回応募してくれたんですけど、残念ながらちょっと来れなかった落選者様の方のために優先的にその方が次遊びに来れるように期間を設けておりまして、3月10日の予定が会えば今日番組の終了後から本日の24時まで、すごい早いよね、24時までが前回その落選した方の優先を申し込み期間で、24時を過ぎれば皆さんがお申し込みできるようになってますので、先着順です。なので本当によろしくお願いします。私はたくさんの人に会いたいので、来月からもプリテよろしくお願いします。では今日は、終わりの時間なんですけど、3月10日の13時からもフリロン式プリンセス聴覚楽しみにしててください。またねー、バイバーイ、バイバーイ。